まあ今回もそうね、ミオリネとしてはこうずっと考えながら喋ってるみたいな感じだったから、うん、なんとなくこう距離感はある感じになってたかなと思うんだけど、うん、一応最終確認ですよ、そのエアリアル捨てなさいって言ったらどうするって、うん、私のそのお願いはあんたは聞くのかっていう最終確認を一応ね、うん、どうせ答えは分かってるけど、うん、一応聞きましたけれども、うん、スレッタはね捨てませんと。でもちょっとスレッタちゃんも多分いろいろ考えた上でのこの決断というか発言そう、ね、でしたけれどもね。えスレッタちゃんも本当にもう不器用だからなこの子は、ね、でも分かるの、うん、そのエアリアルのことはもう大事な家族というのはもうその通りだからね、うん、そこをなんか、まあうん、否定は したくないけれども、まあそんな中でまあちょっと気まずくまた終わっちゃいましたけれども、うん、シャディクさんがペール社と手を組もうとしていたりとかして、はい、しかも株式会社ガンダムも譲渡しようとして面白すぎてここ本当に勝手に渡すなよみたいな , 笑っちゃいましたもん。なんかいやもう本当にね、うん、もう本当に本当にあの本当にシャディクって本当にそしてどうなるのかっていうところだったりとかして、うん